放送の中でさ、中岡は冬のあいつ土地持ってるんだよねあの自分の実家のお母さんの土地を、まあ、半ば中岡がもらって駐車場で運用をしててまあ、駐車場ってもそんなに大きくないのか8台ぐらいしか入らないって言ってたからそこまで大きくないかもしれんけどそれでも駐車場を経営してて。 1> まあ、1台1万円だから安いよね月決め駐車場でまあ、だから毎月8万円ぐらいの駐車場代が入ってくるんだみたいなこと言ってるんだけど今年原油高でん軽油が高くなった関係で冬に駐車場の融雪にお金がかかるとかで,でいくらかかるのって聞いたら毎月7万、ま 電気代が7万5,000円駐車場代は8万円ぐらいだわでも電気代以外にもかかるだろうまあそうだね不動産税とかえー、まあ融雪って言ってもそのなんだ融雪層に雪運ぶまでのマンパワーみたいなのは全部自分でやってるからそこに除雪機みたいなのも この前、除雪機2台目30万とか40万の買って、それで駐車場台駐車場の雪、入ってるんだ、そうおかしくね、それ駐車場赤字になってない、いや、でも夏の間は雪ないから、夏の間は黒字なのさ、夏の間、だからトータルで言ったら、ちょっと黒字ぐらいかな、それ、駐車場やる意味ある、いや、まあ、うーん、喜んでくれるから。 喜んでくれるからそう喜んでくれるからって言われてもな,なんかボランティアみたいなことやってんねっていう話をずっとしてた1時間ぐらい放送前の準備する時にだいたい2時間ぐらい前から来るから最近は土曜日ずーっとその話それ意味なくねっていやまあでも止めてくれる人結構顔なじみで喜んでくれるからいいんだああそうか でもさ、赤字、うーん、まあ、それでいいんならいいっか、つって。うん、電気代、ちょっと手当てじゃないかね。出るわけねえだろ <laughs>。さあ自業自得だろ、それは <laughs>。関係ないでしょ、それ、幕末。その、駐車場経営と幕末、関係ないでしょ、って。まあー、そうだよな。まあ、でも、電気代が、原油高が、ずーっと言ってたね。ずっと喋ってたわ。 それ無駄だよね。無駄でも喜びが、笑顔が。<laughs> で、赤字なんだ。もう冬の間は赤字だね。燃料手当出してくれる。出すわけないだろ。<laughs> 出すわけないよね、燃料手当。それ、幕末関係ある関係ないかな。関係ないよね。うん、関係ないわ。駐車場は関係ない。燃料手当、関係ないよね。<laughs> そんなの1時間ずっと。 沈黙を埋めめるためだけの会話延々 <laughs> 冬の間だからそれで電,その電気代少しでも節約するためにヒーターとか夜の間寝る時切ってるんだってあ切ってんのストーブとかもストーブ切って電気毛布だけオンにしてで、奥さんと電気毛布1枚でその身を寄り合ってあったかーくして寝てんだってあそれで少しでも燃料代 節約してんんだうでも凍えちゃってな冬駐車場やめればってそれはやめられない駐車場はやめられないその近所の人たちの笑顔とか付き合いもあるし値上げもできないし駐車場代もやめられないしなんなら駐車場の一番端のスペースはちょっと止めにくいスペースで2回車切らないと止められないからそこは8000円2割引きにしてんだ2割引きにしてんのそこだけ2割引きでやってんだ ほーんでもそこの雪かきが一番大変なんだよねそ。細いとこにあるから、そこの雪かきがもう一番スコップ自分で入れなきゃならないとこで。正直割に合ってないし、赤字なんだ。そっか、大変な。燃料手当てないかな。出るわけねえだろ。<laughs> その話ずっとしてた。ずっと。坂本は女の子に冬はどんな服着てほしいのなんでもええよ、そんなもん。風邪ひかなかったら。 足出さなきゃいいよ。足出したらダメだ、風邪ひく。あったかいなんか、もこもこしたやつ着な。ダンロップみたいなの。ダンロップのミシュランみたいなやつ着てればいいよ。服なんて。冬はそんなね、冬の間はね、死活問題だから。単純死ぬから。薄着で外出たら。ダンロップ確定で。ミシュラン。君はミシュランになるべきだ。そうなんかね、奥さんと呪け話半分入ったから、途中からマジで耳、 から耳の右から左に抜けてったんだよねやつの会話が <laughs> ただのろけだろうってそれ布団の中でなんかストーブを消して奥さんと身を寄せ合って、ね、ってなんか人肌であったみ合ってんだってそれ自慢だよねっていや自慢なら寒いから仕方なくあと燃料手当が絶対出さねえよ燃料手当なんでふざけるなよそっか燃料手当ないかダメか <laughs> 高いんだよなぁ、原油が。<laughs>